れいわ新選組から重度の障害を持った候補者らの当選を受け、自民党と公明党はバリアフリー化など国会での対応が必要であるとの認識で一致しました。参議院のルールの中で改めるべきものがあれば改めなきゃなりませんし、また施設についてもどう対応するかというのは一つの課題だと思います。参議院選挙ではれいわ新選組からALS 患者の舩後靖彦氏と脳性麻痺で重度の障害のある木村英子氏が当選しました。臨時国会は来月1日の召集となることから、国会のバリアフリー化について早急な議論が必要となります。与党幹部は会合を開き、舩後氏については介助者が本会議場に入れるようにすることや、審議や採決での意思表示ができるよう規則の変更も必要であるとの認識を示しました。参議院の事務局は本人に希望を聞いた上で今後の対応を検討していくとしています。